イタリアの自動車製造会社ランチアが製造している乗用車。ランチアはフィアットグループの高級車部門を担っており、そのプレミアムコンパクトカーと位置づけられるのがイプシロンである。初代イプシロン、エンジンルームマイナーチェンジ後のリアビューアイと書いて、日本ではイプシロンと発音する。ランチアは伝統的にギリシャ文字を多く、社名に使ってきたが、これも また伝統にのっとったものと言える。アウトビアンキ、ランチア Y10 に代わるスモールモデルとして1994年にデビューした。途中バンパーやサイドモールの形状が変わるなど大幅な変更を経て2002年に2代目が出るまで製造された。ボディデザインを担当したのはピニフハリーナ出身でこの時期、ランチアのチェントロスティーレを率いていたエンリコフミアである。 フィアットプントのプラットフォームを短縮して使用したボディは、アプリリアなど、伝統的ランチアのエッセンスを巧みに活かしつつ、極めて現代的で冒険的なスタイリングであった。また、フミアによる初期のスケッチから、ほとんど変わらないデザインで量産化されたことも、近年では、特筆に値する。インテリアデザインは、アメリカ出身のデザイナー、グレッグ・ブリューが手掛けたものである。 メーターやインジケーター類をダッシュボードのセンターに持ってくる、いわゆるセンターメーターなど奇抜なところが目につくが、その恩恵で運転席周りの物入れが増えるなど精神なアイデアとセンスに溢れるものであった。最大のセールスポイントはそのスタイリングと12色の標準カラーに100色まで及ぶオプションカラーで構成されるカレードスと呼ばれるカラーバリエーションであった。 インテリアのアルカンターラや本革のトリム、カラーと合わせて、膨大な選択肢から自分好みのイプシロンを選ぶことができ、さらにカレードスから好みの色を選ぶと、注文から2週間以内に実車と同じ色に塗り上げた、テッセラと呼ばれるレリーフが、お客の手元に届き、選んだ色の具合をじっくり確認できるというユニークな販売方法を取っていた。デビュー早々から大ヒットを収め、 イタリアンデザインの健在ぶりを世界にアピールした。ランチアがイプシロンで提案したコンパクトカーの新たな商品価値はビッツ、マーチなどに代表される日本のコンパクトカーにも大きな影響を与えた。具体的には外装色のカラーバリエーションが多く用意されるようになったり、デザインコンシャスな思考を強く打ち出すなど、経済性化、ホットハッチの二軸で評価されがちであった。 コンパクトカーに新たな方向性を示したと言える。横置きで前輪を駆動するエンジンはフィアットお得意の直列4気筒ファイヤーユニットで1.1リットル、サイチェシー、1.2リットルサイチェシー、1.24リットルサイチェシー、12バルブを搭載していた。1.2リットルシングルカム版では CVT や6速 MT も選択できた。後にスポーツグレード。 エレファンティーノロッソがラインナップに加わるとともに、1996年には1.2リットルの DOHC16 バルブが追加されている。それに伴い、ラグジュアリーグレードであった LX のエンジンも1.4リットルから DOHC16 バルブに変更された。2002年にフルモデルチェンジされ、社名もアプシロンとなった。ベースシ,ャシーは、 フィアットプントのそれをショートホイールベース化したものが用いられている。ボディタイプは仙台に引き続いて3ドアのみ。また、全幅は1.7メートルをわずかに超えて3、ナンバーサイズとなる。トランスミッションは5速 MT と2ペダル MT の D 回、N が用意されている。A ピラー、屋根、C ピラー、ハッチゲートとそれ以外のボンネット、サイドパネル、 前後バンパー等に等に塗り分けた B カラーが用意される。ユーロ4対応のディーゼルターボエンジン、マルティジェットが搭載されたモデルも輸入されている。2006年にはフェースリフトが行われ、バンパーや塗色、インテリアカラーなど内外装が一部変更された。左右独立で温度調整可能なオートエアコンが標準装備となった。また、標準搭載のオーディオが MP3 対応タイプに変更された。ガソリンエンジン、編集ディーゼルエンジン、編集2011年3月のジュネーブモーターショーにて正式発表。ボディタイプは従来の3ドアから5ドアに変更されただけでなく、デルタを小型化したようなスタイリングとなり、さらに B セグメントクラスから A セグメントクラスのコンパクトカーに変更された。また、 ランチアの親会社フィアットとクライスラーの統合に伴いファミリーグリルもクライスラー風のデザインに改められた。プラットフォームはフィアット500のものをベースにホイールベースを延長したものが使用され、全幅は 1675mm となり後ナンバーサイズとなっている。三代目イプシロンの製造はフィアット500と同じポーランドのティヒ工場に移転され、先代の製造拠点であった。 テルミニイメレーゼ工場は2011年11月24日に閉鎖された。エンジンは、直列4気筒1.2リットルサイチェシー8、バルブファイヤー、1.2リットルサイチェシー8、バルブバイフューエル、直列2気筒0.9リットルサイチェシー8、バルブツインヤー、直列4気筒1.3リットルサイチェシー16、バルブマルティジェットディーゼルの4種類がラインナップされ、いずれも、 アイドリングストップシステムが標準装備となる。2011年9月、イギリス及びアイルランドでクライスラーイプシロンが発売開始された。ランチアはイギリス市場から撤退していたため、同国ではクライスラーブランドで販売される。なお、クライスラーの本国であるアメリカには導入されない。2012年11月15日。 フィアット・クライスラージャパンが日本市場向けのクライスラー・イプシロンを発表。同年12月15日からクライスラー正規販売網で発売を開始した。日本仕様は2気筒零0.9リットルのツインエアにデュアルファンクションと呼ばれる AMT の組み合わせのみ。グレードはゴールドとプラチナの2種で価格はそれぞれ235万円、260万円。後者には バイキセノンヘッドランプや本比較シート16インチアルミホイールなどが備わる。なお、日本仕様は鉱石中央のヘッドレストと三点式、シートベルトを追加したことで放棄上5人乗りとなり、登録上の形状はステーションワゴン扱いとなる。少数輸入枠による正規輸入車で全車持ち込み登録であった。二千十四年に日本での販売が終了したが、 後継モデルとして、フィアット 500X とジープレネゲードが導入された。その後2015年にフェンスリフトモデルが発表されたが、イタリア国外での販売が終了し、イタリアでもランチアブランドの他車種削減が行われたことで、唯一のランチアブランド車種となった。以降、低金利セールや特別仕様モデルの追加で販売が続けられ、レンタカー需要等で好調なセールスを持続した。 2020年3月、マイナーチェンジが行われた。エコチックのサブモデル名が付き、1.0リットルのファイアエンジンと1 2 V バッテリーを組み合わせた、マイルドハイブリッド1.2リットルバイフューエル0.9リットル CNG の3種類のエンジンとなる。ありがとうございます。